雪道を逆走してきたのはイノシシ。おととい、柏崎市の北条駅近くで撮影された映像です。ちょっと相撲心なんて言葉もねありますけども、その通りそのまま突っ込んでくるんだなと思ってびっくりしました。イノシシは車の前方に激突した後走り去ったといいます。ここら辺でしょうかね、ここいらにぶつかって何事もなかったようにどっか行きました。今ほら除雪作業とかされてる方も多いですから、そこで出くわしたりするとちょっと危ないかなとは思いますよね。この動画が撮影された8時間後、5キロほど離れた集落で除雪をしていた男性2人がイノシシに襲われました。60代の男性は薬指を切断、80代の男性は手首などを噛まれる大怪我をしました。おじさんがここでこんぐらいになって、まあね、つらり真っ赤になっていたから、まあ何さんだねって、犬すすのおつり、せがれもやられたんだって言って、一本通っちゃった。目撃されたイノシシは3頭。雪道を走っていたイノシシとの関係は分かっていません。ものすごい雪がこうなっていたから分からなかったって言った。うちの壁で雪だらけしてやられたって言った。一方こちらは糸魚川市。やば、これはやばい。雪の中から出てきたのはイノシシの群れ。今月11日に撮影された映像で、糸魚川市ではこの日3人がイノシシに襲われ怪我をしました。やば、車の中にその時はいたんですけども、外出て出んでよかったなっていう感じで、まあちょっと迂闊に近づけない感じですよね。専門家はイノシシの餌場が大雪で埋もれてしまったことが原因の一つと見ています。たくさん雪が降った年っていうのは当然地面を掘れる場所っていうのが非常に限られてきますから、やっぱり雪がないところが道路の場合ありますから、そういうところに出てきてしまうっていうことの方が あるのかなと思います。イノシシは臆病な動物で、除雪機の大きな音などに驚いて人に向かってくることも考えられるといいます。もし近くにですね、いて1メートル以上高いところ、例えば車の上だったり塀の上だったり雪壁の上だったりですね、ある程度高いところがあればそこに登っていただくのが一番いいかと思います。怪我人が出た柏崎市では現場の近くに捕獲用の檻を設置、イノシシを見かけても近づかないよう呼びかけています。